実体がなくてもこの血を使えば。なんだ電車が。これが呪われた血の力、言える能力。まるで死神。こいつは弱ってんだろ。僕の体から追い出せば、その体を流れる血も自分が置かれた場所も何一つ変わりはしない。
お前を救うために全ての血を使い、教会の彼方と共にこの世界から消滅した。これから私は先輩のところへ行きます。行って教会の彼方を倒します。私今不思議な感じです。なんかちょっぴり嬉しいんです。私これまで呪われた血の一族として生まれて、ずっと嫌なことばかりでした。いつもどうして生まれてきたんだろうって、死んでしまいたいってどこかで思ってて、でもそれは間違いでした。私生まれてきてよかった。この力が呪われているなんて言われて、忌み嫌われたこの力が誰かを傷つけるんじゃなくて誰かを救える力なんだって分かったから、ずっとずっと幸せでした。私呪われてなんていませんでした。先輩、先輩はもう普通に死ねちゃうんですよ。だからだからこれからは普通に生きてください。先輩があの時私に言ってくれたみたいに。先輩、私他に方法ある？不愉快です。Hey!
全部倒したのかな。綺麗ですね。